水彩でオレンジを描くには軽いスケッチから始めて、写真があるといいし、実物があればそれでもいいんだけど、ちょっと私は、ね、いろんな写真を組み合わせて、オンラインで見つけたやつね、お花とか葉っぱとかのスケッチも描きました。で、色を塗るんだけど左上から光が当たってるって想定して色を塗ってるんだけど、だんだん右下に行くにつれて濃くなっていきます。で、左上のところほらオレンジって点々があるじゃん、だから点々点っていう風に、光の当たるところをつけてみたんだけどね、とりあえず。でも、 もう丸い感じでもいいかも、ただの。あとでね、実はね、もうゴシゴシやっちゃうので、この点々はねまた改めてつけることになるんだけど、で、だいたいこのグラデーションができたら、ヘタかなこれをつけて、で、一応ね葉っぱとかもスケッチしておいたので、だいたいそのもう本当にこの辺っていうことが分かるような自分で当てをつけとくだけなので、そんなに詳しくスケッチしなくて全然いいです。この辺に葉っぱかな、2個ぐらい描こうかな、この辺に1個描こうかなっていうのを決めとくっていうぐらいの感覚で、下書きを描いておきます。で、葉っぱを埋めて、で、ここにお花があるのね。で、白いお花なのね、柑橘類は。で、それはね、イエローオーカーを使って、少し軽くところどころ端とかを塗ってます。で、真ん中の黄色をね、点々を入れて、ここで影を入れます。これは青とこのオレンジに使った赤と、黄色とか緑とかも混ぜてこう濁ったような影の色を作ってます。色を混ぜれば混ぜるほど黒っぽくなるので、それを混ぜて影の色を作って自分の好きな色に調整して、で、にじませてます。で、ここがねちょっとの気を使うところ、お花の後ろに葉っぱがあるっていう形なので、花びらの部分を塗らないようにしながら、その間の部分、花びらと花びらの間とか後ろを緑に塗ることによって、逆にこの白い花だからそれがはっきり見えてくるのね。ネガティブペインティングっていうんだけど、こういうのをその形自体じゃなくてその背景の方を描くみたいな。で、ここでね、結局この点々はいいやと思ってゴシゴシってやっちゃったので、そう、リフティングっていうんだけど、色をこうやって抜くことができます。ちょっと硬い筆で、後からゴシゴシゴシってやってティッシュでポンポンポンってやると、濡れた筆でねゴシゴシってやって、濡れすぎない筆でねゴシゴシってやってポンポンってやると色が抜けます。それから、右下をもうちょっと濃くしたかったので、黄色と赤と少しだけ緑を混ぜた、濃い色を作って、もうちょっと右下を重い感じ、なんて言うんだろう、影を作って丸さを出すっていうのを意識して濃い色を入れて、で、にじませていくのね、線ができないようににじませるのは濡れた筆でやります。水だけつけた筆でね。で、ヘタの下のところにも少しだけ濃い色で影を入れて、で、消しゴムで、なんかね、ここにも葉っぱの跡を下書きしたんだけど、これはいらないかなと思って。3っていうのは結構ね、絵描くときにいい数字なので、奇数枚の葉っぱを描いたり奇数枚の花をつけたりっていうのはよくやります。で、後からちょっとこの点々をもう一回入れてみようかなと思って、ほら、オレンジって点々があるじゃん。だからこの影っていうか右下の部分に使った濃い色を使って点々点々って入れたり、ちょっと取ったり、これはどうかなって思ったらポンってすぐティッシュでやれば取れるので、濃すぎたなって思ったら取ったりしてでも本当はね、乾くともっと薄くなるからそんなに気にしなくてもいいんだけど。で、そう、花があんまはっきりしないなと思ったので、葉っぱをね、もう少しその花の周りの部分を濃くしてます、ね、そうすると花がパッてこう、前に出てくるでしょ。後ろの部分を塗ってます。
間とかね、花びらと花びらの間とか、ちょっとそういうのがあるとね、あ、花の形っていうのがはっきりしてくるので、入れてます。でもうちょっとイエローオーカーを入れて、花びらを白なんだけど全く色がないと見えないので、イエローオーカーでちょっと色をつけてます。でこのね、硬い筆があるのね、こういうで硬い平筆があるのね。でこれを使うと、その端とかがボコボコしちゃってるのを、後からね、濡れた筆でゴシゴシゴシってやるとね、滑らかになるの。そうそう、滑らかっていうか、まっすぐにできたり、いらない線をちょっと消せたりするんですよ、濡れた筆でね。この固めの濡れた筆でゴシゴシやると。でそれをやって整えてます。でここ真ん中のヘタのとこ、もうちょっと暗くしようかなと思ったので、黒をもう一回入れて、で影ももうちょっと濃くしようかな。薄くなっちゃうのね、乾くとね。もう一回真ん中に、乾いてるからできるんだよこれはね。一回乾かしてからもう少し濃い影を入れて、でこれで出来上がりです。ぜひやってみてください。